はい、皆さんこんにちはあなたもいい私もいいジャストハッピーマイライフのようこジェえンですいつもご視聴ありがとうございます <laughs> えっとこの間さちょっとあのポロポロっと涙しちゃった回があるんだけどあれもぜひ私の中から溢れてきた言葉なので本当によかったら聞いてもらいたいなと思うであの本当に本当にね伝えたいことがいっぱいあるんだけどなんかもうちょっとずつちょっとずつね あのー、みんなにも伝えていけたらなと思って YouTube 始めましたでまたちょっと思い出したことがあるんだけどさ本当に昔私めちゃくちゃあのなぜならお金があったら何でもできるじゃんっていうかさお金がある遊びってお金があったら別にできるんですよだけど貧乏旅行って本当にお金を持つとやっぱできなくなるなんでかというと ややっっっぱぱりいいいものを見るとやっぱ人って下がれないだからこそ今のこのお金がない時とか今からやっていくんだっていう時ってすごい貴重なのすごい貴重な体験してるんですよあなたがもし今すっごく急に富裕層になったとするじゃんそうしたら一日何千円の宿とかに泊まれなくなるのやっぱり何十万の宿とか 何十万のホテル何百万のホテルスイートルームビジネスクラスファーストクラスとか乗っちゃうともうねエコノミーには戻れないんですよ体がもう覚えちゃってるからすごくそれはストレスになるなんかいい空間からめちゃめちゃ例えば100平米のね広い空間からいきなり10平米それはちょっと言い過ぎかもしれないけど20平米とかの部屋に 住めないんですよなぜならもうエネルギーが覚えちゃったからその体感をもうここにしみちゃったからだからやっぱお金を持ってて急にね、あのー、どうしても下がる人とかってさ結構苦しいと思うんだよねだけどその逆でね今から成し得ようって夢を見て頑張ってる人とか今何もなくても自分はお金持ちになるんだっつって頑張ってる人 もう今もう本当に楽しんでほしいだって今しかできないからその体験で私も昔自分はもうお金持ちになるって決めてたからもうそのことこに行くんだって決めてたしそうなるんだってすごい自分を願ってきたからだから今もう貧乏旅行めっちゃ楽しもうと思って本当にいっぱいいっぱい貧乏旅行してきたんですよ あのー、海外もさ3万9千円のロサンゼルスの往復飛行機取って遊びに行ったこともあるし3万9千円だよ韓国経由でさ一人で遊びに行ったこともあるしうんとかあと青春18切符でさ私生まれが関西なんだけど関西か石川県の方までぐるっと行ってホントに日本海側の方ずっとさ富山とかビューって行ってで 本当にもう素泊まりで2,000円とか3,000円で素泊まりさせてもらってあの雪の合掌作り見に行ったりあ雪のっていうかあの合掌作り見に行ったり本当にいろんなバックパック持ってあの外国人の人とねその電車乗ってやりましたよそしたら泊まったところはもうすごいカメムシだらけの宿もあったし目の前にバスが止まってさ もう急いで駆け込んで朝ごはん食べてたからブーって吹き出したまま「おばちゃんごめん」っつって <laughs> 帰ったこともあったしあのそんないろんな経験をしたのって今どうなってるかって言ったら私の財産になってるのその貧乏で旅行したこともういっぱいあるよそんな話本当にあのやっぱ海外も好きだったから海外もよく行ったけどだけどお金ないから もう3万円2万円台の飛行機見つけてきてもうすっごくもう2つ星ホテルとか、まあ、結構ボロいホテル泊まったりだけどよかったのそれでも全然楽しかったなぜならこういうお金を持ちになるって分かってたしそうなるって決め,たって,決めてたからその貧乏旅行は今しか楽しめないなってもう分かってたんだよねだからすごい楽しかったんですよ何をするにも新鮮で 貧乏だからこそお金がないからこそそできるる楽しみってあるの。それは何かっつったら人のつながり人の心を見ること自分の心を動かすこといろんな景色を見て感受性を豊かにすることなんですよこれってねお金で買えないの感受性を育てるってどうやったらできるのお金あってもできない。本当に。 だから今やってほしいこといっぱいあるよ。感受性はんでたくさんたくさん育つと幸せになるのなぜならちょっとしたことで大きな喜びに思えるからなの。例えばずっと晴れててさ晴れてて気持ちいいけど雨が降ったらあ嫌だなって思うのとあ久しぶりの雨だなって雨も恵みだよねって思えるのってさ 1> 1日このさ季節の過ごし方も変わってくるじゃんじゃあどうやったらそれを思えるのってこれはあなたの感受性を育てるしか身につかないだからねお金持ちになりたいとか私もねエルメスの話とかしてるけどエルメス欲しいとかもっと綺麗にしたいとか大きなお家住みたいとか そういう物欲的な望みってもちろんすごく大事なんだけどそれ以前にあなたの心を育ててほしいわけよお金があっても心って育たないから今しかできないそれってだからぜひいろんなチャレンジしてほしい今しかできないからそれってだからね本当にいろんな貧乏旅行していろんな人と出会っていろんな 景色を見てきましたもう若い時10代からあの青春18キップで旅行してきてるの旅好きだったから旅をしてきてるんだけど本当に10代とか20代前半でいろんな旅をしてそしていろんな人の暮らしを見ていろんな人の話を聞いて私の心が育まれてきたの。だから自分がこうなったらこういうこと伝えたいなっていう。自分の人生に 置いててて夢が出てきてそして今この間もちょっとそのね水谷先生の話したけど20年経ってようやくあの時思ってた自分になったからそろそろこういう心の精神の話もしていいかなってようやく許可が下りたの。なんででそれができるのってなったら私はやっぱり感受性を育ててきたからなんですよ。 だからお金があっても物,物欲的物質的に豊かであっても絶対に心だけはお金で買えないだから今あなたがすることは心を育てることなのいろんなもの見ていろんな人と出会っていろんなものを触れて感じてじゃああの人だったらどう思うかなってこうなったらどう思うかなってあなたもそこの視点で見てみるの自分だったらって じゃあお金持ちとの隔たりがなくなるしねいろんな環境にいる人いっぱいいるじゃんそういう人たちの心の壁がなくなるのじゃあどうなるって自分は常に人のぬくもりを感じながら生きられるからどんな自分であっても幸せであるわけよそれに気づけるって最高のギフトじゃないね だから今あなたにやってほしいことはあなたの心を育てるってことをやってほしい。ね。じゃあ今日もありがとうございました。なぜかこんな話になっちゃいましたけど。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。またねー。